イタケイロケイロケイロケイタケイタケイタケイロケイロケイロケイ。はい、今朝の修行はここまで。お疲れした。おはよう。二人とも今日から学校だっていうのに修行？えっ、朝っぱらからよくやるぜ。当然、魔導士への道は日々の積み重ねです。少しずつでも毎日やることが肝心よ。って何遍も言うけど、俺魔導士になるんじゃないっす。いいじゃん、いっそ目指したら高校生魔導士。高校生魔導士勇士。ある日、ひょんなことから魔導書を手に入れた主人公稲葉勇士は、次々と学校に現れる妖魔たちと対決。行くぞ、俺に力を貸してくれ。プチヒエロゾイコって、どこの漫画やラノベっすか。うちは普通の高校っす。だよね。つーか設定手抜きすぎだろ、黎明。本当にもう、そんな夢みたいなことあるわけないっての。やりやりだっちゅんの。始めようか、さ目を閉じて会いに行くよ仕組みが危ない。夢しか見ない。